新潟市西区の私立小針小2年、大桃玉を、玉木、3、7、が殺害され、遺体が JR 越後線の線路で見つかった事件で、新潟西署捜査本部は4日、死体遺棄などの疑いで逮捕した小林亮、遥、容疑者、23、を殺人の疑いで再逮捕した。動機や詳しい経緯を調べる、再逮捕容疑は5月7日、新潟市内で大桃さんの首を絞めて窒息、肘前文を読む。